時刻は深夜0時を回りました。全国の皆さんこんばんは、矢吹奈子です。この時間は文化放送をキーステーションに全国の皆さんに向けて生放送でお送りしています。11時台はですね、5人組ダンス&ボーカルグループエルシーからあかりちゃん、ひなちゃんがゲストに来てくれました。2人ともね、デビューしてまだ1ヶ月のすごい初々しい感じだったんですけど、挨拶だけめっちゃ初々しくて、あとはもう本当に肝が据わってるというか、なんかすごい落ち着いたね感じで話されてて、なんかこれからのなんかかっこいいエルシーとかもすごい期待できるなっていう風に思いましたね。はい、ぜひね、前半の2時間は放送地域外で聞けないという方はぜひラジコプレミアムに登録して聞いてください。そんな今夜のメールテーマは、大学生に刺さりそうなトークテーマ大募集。今週末大学の学園祭に3日間連続で出演いたします。まず11月2日土曜日は明治大学、次の日3日日曜日は群馬県立女子大学、最後4日月曜祝日は福岡大学。3日連続で、初めてなんですけど3日連続大丈夫かな。トークショーだいたい30分とか1時間とかやるのかな。なんかねえ、その大学生の方たちが今どんなことがね流行ってるのかとかもわからないので、なんかこんなのに興味ありそうとか、そういうねトークテーマをぜひたくさん送ってください。さっきねあったので、なんかその地元のトークするとか、香水、その高校まではダメだろうから香水のお話とか盛り上がるんじゃないかっていう風にね来たりして、ちょっと話す話題がちょっとずつ増えてきてるので、まだまだ募集しています。メイクルーティーン、そうね、メイクも始めたりするだろうから、あ、来てますか。大分市ラジオネーム国道13号さん、ありがとうございます。お、初メールありがとうございます。大学生に刺さりそうなテーマは、憧れと現実の学生ライフはいかがですか。僕は大学時代スタートダッシュに乗り遅れました。だからイケてる学生とは無縁でした。せっかく東京の大学に通ってたのに、いつもいかに電車をうまく乗り換えて早く帰るかを考えていました。でも3年の時に入ったゼミで友達と恵まれて、あ、友人に恵まれてなんとか卒業できました。どういうことだ。あ、友達があんまいなかったけどゼミで仲良くなれて無事に卒業できたと。スタートダッシュが大事なんですか、大学生は。こう友達をね作りに行かなきゃいけないんだ。わ、これ人見知りは結構大変ですよね、本当に。そっか、とにかく何か共通点見つけて話しかけに行くっていうのが大事なのかもしれないですね。あ、そういう話も確かにできそう。まあこんな感じでね、ぜひ、皆さん最近の大学生に刺さりそうなトークテーマ募集しています。メールアドレスはレコ@joqr.net、 レコ@joqr.net、 レコの綴りは RECO で、全て小文字となっています。メールアドレスを持っていないという方はね、ぜひハッシュタグレコメンをつけて X でつぶやいてください。あなたからのメール、 X でのポストお待ちしています。先ほどね、一番最初にレコメンの公式 X であげた地味ハロウィンのね答え合わせをねしてたんですけど、また一応ね全国になったんで、一応ここでも発表させてもらいます。大学でモテに行ってる大学2年生男子でした。地味すぎたな、もうちょっとなんかひねくれたとこ行けばよかったなっていう風に思ってて、コメントで来てたストリートスナップ待ちの大学2年生、これにしたかった。来年頑張ろう。1年後まで、1年頑張ってなんか街中見続けようと思います。はい、ということでね、この後0時5分頃からはキング&プリンス永瀬廉のレディオガーデン、0時30分頃からは私矢吹奈子が担当するレコメンシェアリング暮らしへ夢中ストーリーをお送りします。さて、お待たせいたしました、この後はキング&プリンス永瀬廉のレディオガーデンです。矢吹奈子のレコメン、最後までよろしくお願いします。今日も元気に生放送中、メールア
ドレスはレコ@joqr.net、 ハッシュタグはカタカナでレコメンです。やぶきなこのレコメン。この後は私、矢吹奈子がお送りするレコメンシェアリング、暮らしへ夢中ストーリーです。レコメンシェアリング、暮らしへ夢中ストーリー。このコーナーは、暮らしへの提供でお送りします。ここからは、レコメンが推していきたいものをマンスリーでピックアップしていくレコメンシェアリング。今月はリスナーの今叶えたい夢や将来やりたいことを、日用品、薬品、食品の3つを展開する暮らしへさんとタッグを組んで、私、矢吹奈子が紹介しています。そして今日もこの方と一緒です。暮らしへホームプロダクツカンパニーヘアケアマーケティング部の竹藤さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速リスナーの皆さんから送っていただいているメール紹介していきたいと思います。宮城県ラジオネームおみくじあたりさん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。私の叶えたい夢は立派な松の盆栽を作ることです。一昨年拾ってきた松ぼっくりから種を取り出して巻きました。昨年発芽したものが今年の暑さにも負けず頑張って成長してくれています。私はこの松たちを何十年と時間をかけて、みんなが立派だねと言ってくれる盆栽にしたいです。おー、すごいですね。何十年っていうのがすごいですね。本当長いですよ ね、 すごいですね。途中でもう嫌になったりしないのかな。本当です ね、 ね、何十年と時間をかけてっていうふうにおっしゃってますけど、こう何年かかけてお仕事ですごいやりがい感じたみたいなことってありましたか、今まで。はい、商品開発自体がもう何年も時間がかかる、うん、ものになっていて、はい、このクレッシェに関しても、はい、こう出来上がったこう工場でこう流れてくる時がすごい感動的で、うわ、やっとできたのかっていうのが自分の手元に。そうです、手元に。でそれが実際にこう販売されて、はい、こうネット限定なんですけど、ネットだと口コミがすごいこういただけるんですけど、はい、口コミでもすごいいい評価だったり、こう喜んでいただける声が届くと、はい、本当にやっていてよかったなっていうところがありますね。確かにやりがい感じそうですよ ね、 すね。このクレッシェはどのくらいかかったんですか、作るのに。だいたい3年ぐらいはかかってるので。あ、3年も。そっか、それはもう感動ですよ ね、 そうですね、出来上がった時、ね、本当にいやいいですね。すごいやりがい感じれそうですね。いや本当にやりがいを感 じ、うん、感じますね。いや、おみくじあたりさんもね、もう立派な松を育てて、そうですね、もう やりがい感じてほしいですよね。本当にすごい感動しますね。はい、ということで改めておみくじあたりさん、メールありがとうございました。ではここでお知らせです。暮らしへでは今、夢中なスチューデントを応援する企画、夢中デントプロジェクト第3期生を募集中です。学生世代の皆さんがもっと自由に、もっと情熱的に、夢中に取り組めるように、若者たちの青春を全力で応援する企画です。あなたの夢中、取材させてください。詳しくは暮らしへ夢中電灯プロジェクトで検索してください。ご応募お待ちしています。締め切りは11月14日木曜日です。レコメンシェアリング、今日はここまでです。明日からもお楽しみに。矢吹奈子でした。文化放送をキーステーションにお送りしている矢吹奈子のレコメン。今日も元気に生放送中。メールアドレスはレコ@joqr.net。ハッシュタグはカタカナでレコメンです。文化放送、矢吹奈子のレコメン。文化放送をキーステーションにお届けしている矢吹奈子のレコメン。ああ、にわらじ受けがまだ響いてる。ゴスいじりしたかったのに、間違ってドスって言っちゃって、もうスッといかなかったのが悔しかったです。です、もういい、もうやだもう言わないということで、ここからはですね、テーマメール紹介します。今夜のテーマは、大学生に刺さりそうなトークテーマ大募集。はい、ラジオネームマリちゃん、ありがとうございます。なこちゃん、こんばんは。こんばんは。昨日のオンラインサイン会参加しました。ありがとうございます。楽しい時間をありがとうございました。自分が大学生の頃どんな話で盛り上がったかなと思い出しながらメール書いてます。
学年によっても変わるかなと思うのですが、4年生だと、卒業旅行どこ行くとか、就活の話が中心でした。ただやっぱり王道なのは恋バナ、おー、バイト先にこんな人がいたなど、社会人になった今では絶対できないたわいもない話、会話も今となってはかけがえのない思い出だなぁと感じています。王道はやっぱ恋バナですか。じゃあセクハラになんないですか、その私が大学生彼氏いたりするのとか聞いたら、それなんかダメな上位なんていうの、ダメな年上になっちゃう、これってセクハラになっちゃうのかな。私も考える年齢になったってこと、何これなんか今ねそういうの難しいですよね。彼氏いるのとか、それ良くない、恋人まず、でも恋人もあんまあれなのかな、どうなんだろう。あータイプの話ね、好きな人のね、そうね、確かにそういうのはやっぱ盛り上がるってことなのかな。王道なんですね。でも卒業旅行、そうね、別に4年生じゃなくても早めに考えてる方ももしかしているかもしれないしね。学部で分かれてるんでしたっけ、学部です。あとサークルとかもあるか、だからまあどこでどこが仲いい、だいたいサークルの子たちで集まるのかな、まあ人によるのか、そっかそっか、あゼミで仲良くなってとかもあるから、確かにな、4年あればね、どんどん増えていくかもしれないし、確かに4年生だったら卒業旅行の話とかも聞くのもありですね。 OK です勉強、ラジオネームキャブレターラブレターさん、ありがとうございます。初めてかな、大学生ってこんな話に興味がありそうと思うのは、スタイル維持のためのトレーニング方法を知りたいです。私はもう社会人ですが、やっぱり素敵な服を素敵に着こなしたいと思ってます。そのためには服だけじゃなくて体型も素敵でありたいなと思ってます。きっと私服で学校に通う大学生の皆さんもそうなのではないでしょうか。確かにね、洋服なんかやっぱ大学からは私服になる人が多いかな。多分高校はね、だいたい制服があるから急に私服になって困るよね。なんか洋服買うのもね、どういうの着たらいいのかなとか。でやっぱ TikTok 見てると、なんか好きな、あ、なんだろう、人気な秋服コーデとか発表してる人いるから、やっぱそういうの気になる人ってたくさんいるんだなっていう風に感じますね。体型維持か、トレーニング方法？でも私もこれから始めようと思ってる、これが遅いよってね、これから始めようかなと思ってね、今ちょっと検討中というか、歩き始めたりしてるところなんで、いっぱい歩くようにしようと思って、この間も夜中になんか公園行くのはちょっと暗くて怖いかなって思ったから、あの大通り、大きめのね通りを2駅分ぐらいかな歩いて帰ってきてみたいなのをしたり、そうなんかしましたね。夜中にやったり、夜中って言っても12時回ってない時間、11時ぐらいから、なんかだいたい40分目安で毎日歩けたらいいなみたいな感じでやってましたね。まあお仕事で朝から夜までの時はさすがにやめてますけど、なんか運動そろそろしようと思って、やっぱ23になったし、なんかみんなだいたい20代後半になるととか言うから、早めにやっとこうと思って、その時に急に始めるってなってもやっぱ無理だろうから、今のうちからちょっとずつやっておけば、その時にきつくなくずっとできてるだろうなっていう風に思って、長期のねなんかやっぱ自分がすごい、何こう MBTI 診断でも先のことを考えて生きる性格なんだなっていう風にめっちゃ思いました。これ考えてる時に、なんか何年後のことを考えて今から行動しようって思ってるんだと、自分で自分の性格をなんか分析してましたね。はいはい、こんな感じですかね。ありがとうございます。引き続きメールやハッシュタグでのコメントお待ちしています。動画とはあるのもんで、ね、
今のは日本語で君が好きなものは何？教えてって意味です。文化放送矢吹奈子のレコメン。文化放送をキーステーションに全国にお届けしている矢吹奈子のレコメン。続いては久しぶりのこのコーナー。大人のお姉さんになりたい。近所の面白いお姉さんを目指している私ですが、お姉さんを名乗るにはまだねちょっと語彙力が足りないということで、大人が使っていそうな単語や熟語の使用例をリスナーさんに送ってもらって語彙の引き出しを増やしていこうというコーナーでございます。はい、前回は舌を巻く、ちょっと久しぶりなんでちょっと緊張するんですけど、今回のお題はこちらです。のれんに腕押し。これよくね聞きました、昔。なんかのれんに腕押しなんか覚えた記憶はあるけど、でもこういうのってさ意外と習う機会ってないですよね。なんかないですよね、学校でわざわざこういうなんか熟語っていうんですか、なんかあんま慣用句とか教えてもらう機会ってなくないですか。四字熟語とかならなんかあるけど、じゃあのれんに腕押し教えてもらったかなって思ったら教えてもらって、みんなどこでこういう言葉を覚えるんでしょうか。本とか、確かに、で自分で調べて、あこういう意味なんだって知ったりね。こののれんに腕押しはですね、何の手応えもなく張り合いがないこと、まあ、意味がないなーみたいなね。いや使用例が浮かばなかったです、すいません、教えてもらいましょう。じゃあ早速、ラジオネームフィールソーナイスさん、ありがとうございます。番組に出演してくれるゲストに自信のあるジャイアンのモノマネをするんだけど、なぜかみんな苦笑いなんだよな。のれんに腕押しだわ。ほうほうほう、変化球ですかこれは。ちょっとのれんに腕、まあ、意味がない、なんか手応えがないなみたいな、受けてないなみたいな、何回もやってんのに、なんか実際に会ったことみたいに話すのやめてもらえませんかね。別にやって、確かに今まで何回かはやってきたか、別にのれんに腕押しって思ったことないですよ私は。はい、こうやって例えてくれただけですよね。ね、そうですよね、使用例として挙げてるだけで実際にそう思ってるわけではないですよね。フィールソーナイスさん、ありがとうございます。なんとなくはまあ分かりました、分かりたくないけど分かりました。じゃあ続きまして、ラジオネームタイラーさんからいただきました。一度目の告白で振られて勇気を出して二度目の告白をしたけど、のれんに腕押しでした。そんなことないよ。使用例はめっちゃ分かった。いや分かんないよ、だって3回目でね、もしかしたら行くかもしんないし、あ反応的になんか変わってないなみたいな。でもさ、これ結構どこで話聞いたか忘れたけど、結構何回目かの告白で成立してそのまま結婚まで行ってる方とかもいらっしゃいません？でもそういうイメージあるな。あ、またそんな使い方が、別にタイラーさんがそうだったわけじゃないか、あごめんなさいごめんなさい。でもそういう方がいたらね、なんかいやまだ諦めないでって言いたいところですが、使い方はめっちゃわかりやすくてありがとうございます。続きまして、ラジオネームポッコポコさんからいただきました。うちで可愛がってるオカメインコちゃんに、ナコちゃん可愛いって言ってもらえるように教えてるんだけど、なかなか覚えてくれなくて、のれんに腕押しだ。これねありますね。そっちじゃないんだけどね。あでも、あそっか、確かにこれはのれんに腕押しです。結構ね、覚えてもらえるようになるまで時間かかりますから、はい、これも諦めないでほしいです。でも今回これ結構ね、使い方もう分かってきました。いいですね。もう一個いきますか。ありがとうございます。宮城県ラジオネームおみくじあたりさんからいただきました。校長先生にアイドルの話をしたけど、のれんに腕押しだった。伝わらないと、聞いてもくれないかもしれないし、何回言っても分かってくれない、推しって何なんだとかね。あー分かりやすいかもこれ。はい、使い方全然分かりました。
だから誰かがこののれんに腕押しなんだよなとか使ってたら全然意味わかる。うん、だし自分もね使えるし。でもやっぱ今までさ、こう理解できなかったこととかの方が多い。なんか自分が使えないのは当たり前だけど、なんかまず理解すらできてないこともあったから、いい機会ですね。のれんに腕押しは張り、何の手応えもなく張り合いがないこと、これはもう完璧に覚えられました。ありがとうございます。ということで今回はここまでとなります。では次回のお題を発表しましょう。手前味噌。いや今までねこれね台本に書いてあったんですけど、なんか今回ね意味もこのお題すらも隠されてたんですよ。手前味噌、手前味噌、味噌しょっぱいよね。しょっぱさで手前にある、なんかこの人、なんかこの人冷たいなーみたいな、しょっぱい反応するなー、塩対応だなー違います。自分で自分を褒めること。手前味噌ですがって使うんですか。ないです、聞いたことないかも。手前味噌、あ、恐縮ですがみたいなことですか。違う、何何、自分で自分を褒めること。その後になんて言うんですか。手前味噌ですがちょっと可愛くてとかそういうことですか。自分で自分のことちょっと褒めちゃうんですけどっていうことですか。あ、じゃあ自分で自分のこと褒めてたら手前味噌だなみたいな。違う、それは違う、手前味噌言うなよみたいな。わかんないわ。いややっぱさこれさ難しいのが、例えば辞書引いてもこうやって書いてあるけど使い方なんてわかんないから教えてもらわないとですね。私このねリスナー結構学生さんもいらっしゃるからね、今のうちから覚えちゃいましょう一緒に、うん、大人になりましょう。はい、ということで、メールの件名に大人のお姉さんと書いて、ぜひ具体的なね使用例教えてください。よろしくお願いします。ではここで一曲、 XG で IYKYK。 お送りしてきました矢吹奈子のレコメン、就活クラブでハイパー005を聞きながらエンディングです。この番組はラジコのタイムフリーで1週間聞き直すことができます。そして明日木曜日のミルク吉田仁とのレコメンは、ゲストはガールズガールズから鶴谷美咲さんと増田クレアさんです。金曜日21時からのレコメン、今週のパーソナリティは4人組ボーイズグループオーブです。そして来週11月6日水曜日の矢吹奈子のレコメンは、アンジュルムから為永紫苑さんと川名凛さんが登場します。水曜レコメンは初めてになりますね。為永さんは少女漫画が好き、川名さんはカエルが好きらしいです。カエル好きは初めてじゃないですか。ちょっと気になりますね。ぜひね2人に関するタレコミ情報や、質問などメールお待ちしています。そして私からのお知らせはですね、今週末、文化祭に3日間連続でお邪魔させていただきます。明治大学、群馬県立女子大学、最後が福岡大学と、ちょっとねめちゃくちゃ緊張してるんですけど、皆さんとね楽しくお話できたらいいなっていう風に思っています。まだねちょっとチケットの残りの数とかがあんま分かってないんですけど、ぜひ会いに来てくださると嬉しいです。各学校の公式のホームページだったり私の X にも載せているので、ぜひそこからチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、あ、テーマメールまだ来てましたか。京都府ラジオネーム歌野に住んでたお地蔵さん、ありがとうございます。矢吹さんこんばんは。こんばんは、毎回楽しく拝聴しております、ありがとうございます。大学生といえばサークル活動でしょう。いろいろな学部からいろんな人が集まりますし、先輩からはたくさんアドバイスをもらえますし、同級生も幅広く友達ができますし、後輩ちゃんたちには慕ってもらえますし、何よりも同じ趣味志向の人たちが集まってるんだから
みんな仲良く楽しく活動ができます。私の場合はバイクのサークルに入ってましたけど、みんなで仲良しで楽しい思い出ばかりです。いいですね、サークルっていろいろありますもんね、本当に。うん、え、学園祭に持っていけるいけそうな話題はありましたか？え、いっぱいありましたし、なんかこう多分質問とか、質疑応答があるのか分かんないけど、質問来た時とかにも答えられそう。今の感じ、なんだろう、大学生の例えばモテたいんですけどとか言ったら、さっきの香水の話題出してみたりとかそう、なんかいろんなところでね使えそうな、ね、トークテーマいっぱいくださいましたね。あ、もう一つ、これは何か、ラジオネーム佐藤さん、あ、モネモネさん、 ありがとうございます。私は今年大学1年生になりました。周りは今年からバイトを始めてる子が多くて、毎日バイトの話ばっかりです。ちなみに私は塾で働いてますが、ずっと座れるし、可愛い高校生とお話できるしで、とっても最高です。すごくない？塾で働いてるの？大学生やりながら塾でも働いてる？大変だ。あ、結構いるんですか？あ、そうなんだ。あ、じゃあバイトのお話とかもできそうですね。私やったことないけど今どうですかっていうね。あ、でもレコメンでも結構その大学生とかその年代の方と電話で話してるから、ここでね、なんかやってたことが活かせそうというか、なんかドキドキがワクワクに変わってきました。楽しみにしています。それでは私とはまた来週お会いしましょう。またねー。